CX60 特集2台目は、こちらの車です。クロス D エクスクルーシブモードというグレードになります。はい、グレード分かりにくいような気もしますけども、これはいわゆるプレミアムなんとかではないってことですよね。そういうことです。エクスクルーシブモードは、まあ、今までもこの名前自体はありましたよね、はい、で基本的に最上級なイメージだったんですけど、今回はこれが全部合わせると中間グレードという扱いにもなります。つまりプレミアム系というのが用意されたんです。まずこのパワートレインをちょっと考えないと、はい、分かりにくいと思いますけど、はい、この CX60 にはまず直四 2.5 リッター、ガソリン、そして 3.3 リッター直六ディーゼル、そして 3.3 リッター直六ディーゼルマイルドハイブリッド、最後に 2.5 リッターのプラグインハイブリッド、この4つのパワートレインが用意されますけど、はい、最初の2つですね、2.5 リッターのガソリンと 3.3 リッターのモーターなしのディーゼルですね、はい、これにエクスクルーシブモードが設定されて、それらのフラッグシップとなるんです。なるほど、ちょっと分かりにくいかもしれない。電動化モデルが言ってみればプレミアムラインというような感じになると、そういう扱いですね、はいはい、そういうことですね。なるほど、じゃあガソリン 2.5 とディーゼルの最上級グレードとなる、はい、じゃあその、エクスクルーシブモードとはいかな車なんでしょうか。ですね、まず衝撃なのがお値段なんですけど、はい、450万円をこのディーゼルで切っていきます。切ってくるんですが、はい、その中をですね、まあ、はい、大きく違うのは内装なんですよ、はい、でその内装をちょっと見ていくと、うん、お分かりになるかと思います、はい、ちょっとお見せいたしましょう。じゃあドアを開けてください。開けちゃいましょうか。はい、ドーン、はいはい、なんとなんですが、まあもう説明はいらないかもしれません、こういう内装です、はい、ナッパレザーがまず標準装備となります、はい、そして、あらゆるところに、まあ、合成皮革の素材とかセンターコンソールの部分の衣装が、まあ、アルミニウム調になっているということで、はい、まあ、見るからに洗練された空間となります。上質感っていうのがベタな表現だけどまさにそういう感じですよね。開けた瞬間におっていうものがありますね、はい、でこれ直六の 3.3 リッターディーゼルで、はい、しかもこの、450万円で、はい、なんとですねこのサンルーフが標準装備となります。パノラマルーフ全、ね、縦にもう1メートル以上の長さの、ね、はい、非常に大開口とか大面積のルーフですよね、まあ、そういう装備がついてきて、はい、で後ろを見てみるとですね、はい、まあ、こんな感じなんですが、もちろんリアのシートヒーターはもちろん、150ワットの、AC 出力とかも標準でついてきます、はい、これ小さいことですけど、ね、センターコンソール後方にある鉱石用のエア吹き出し口の周りにクロームが、はい、これだけですごいいいものに見えますよね。とかこの前のシートの、後ろ側にまでステッチが貼ってあるとか、ヘッドレストの後ろにもシートステッチが貼って、ね、結構なこだわりが見られますよね、はい、とか鉱石のこういったところも、先ほどの最初に紹介した、S パッケージ、ね、S パッケージはここファブリックで、はい、こちらがエンボス入りのプラスチックといえばいいんですか、そういうものでしたが、はい、こちらはアルミニウム調でここの素材変えてきてるんですよ ね、 そうですね、ここも素材変えてここにもステッチが入ってるとか、はい、いろんなこだわりが、見られます。随所に、うん、これはねいいじゃんこれでっていう感じですね、はい、なので最初の299万円が衝撃でしたけど、はい、プラス150万円でエンジンが 3.3 リッター直六になって、はい、サンルーフもついて、はい、ナッパレザーシートがついてっていろいろ考えると、はい、こっちの方がお買い得なんじゃないかという細かい装備の差はねちょっと、はい、キャプションでも出しましょうか、ね、そうですね、感じですけど、まあ、そこ見ていただく、まあ、情報は出てますから、まあ、読み比べていただければと思うんですけど、これかなりだから値段設定もこの2台だけで相当悩ましいことになってきますよ ね、 そうですね。もちろんエントリーもお買い得感あるけど、実は上に行くほどなんだ、この値段の差でこんなについてきちゃうのというのがあるみたいなイメージですよね。そういうイメージで大丈夫だと思います。そしてプレミアム系ですね、まあ、マイルドハイブリッドと、はい、プラグインハイブリッドのモデルにはですね、はい、このエクスクルーシブモードは設定されなくて、はい、エクスクルーシブスポーツもしくはエクスクルーシブモダンというモデルが、はい、採用されるんですけど、そこの違いはですね何が違うかというと、一つはまずパワートレインが違う、そして、外装の衣装ですね、あっちの方は例えばこのクラッディングのボールとかが、ね、全般にボディ色になる、はい、ボディ同色になったりとか、はい、サイドのウイングですか、このフロントフェンダーに、装備されたこの新しい衣装が、はいはい、こういうパーツがクローム調になったりとかグリルが、はい、衣装が変わったりとかするんですけど、エクスクルーシブモードと装備自体はそんなに大きくは変わらないんです。なるほど、サンルーフがレスになる、
エクスクルーシブモードよりも高いそのハイブリッド、もしくはプラグインハイブリッドがあるんですけど、はい、この、内燃機関、純内燃機関仕様としては、はい、あのこれがフラッグシップで、はい、最後の一番高いプレミアムを除くと、はい、あのこの3台ですか、それはまあおよそ同じ仕様となってきて、うん、外装衣装とパワートレインが違うという。なるほど。だから一番、まあ、リーズナブルに一番装備充実のモデルを買おうと思うと、このエクスクルーシブモードになると。はい、はい、まあ、ガソリン、ディーゼル、2WD、はい、4WD あるんですかね。そうなんですよ。で、はい、ハイブリッドはすべて、ハイブリッド PHV はすべて 4WD になるので、そうですね。だから街乗りで、使いたい、うん、もしくは雪のとこ行かないとかっていう人は、はい、ディーゼル直六モデルの FR を積極的に採用する理由もある、はい、もしくはだからガソリンのエクスクルーシブモード、なんなら肉というのが装備超充実で、まあ、街乗りプラスアルファカーとしては、いやそれにはもったいないけどね、でもそのぐらい もちろんポテンシャルあるんですけど、まあ、4駆いらないよねっていう人にとってみたらめちゃいい選択かもしれんぞという感じでしょうかね。でブラック以外にホワイトのレザーも選べるんですよ。なるほど、はい、あね、このボディ色だとブラックいいなと思ったけど、ホワイトもありですよね。そうですね、まあ、その組み合わせも面白いんだけど、でもそれ、まあ、それを考えて面白いのは値段がそんな感じだからですよね、はい、450近辺ですか。で、安全装備テクノロジー系のパッケージは全部ついてくるので、はい、だからもうオプションいらない感じですよね、ほとんどね。なんですが一つだけあるんです。なんと、というのはあのドライバーの、まあ、顔を認識して、はい、そして、まあ、シートだとか、はい、まあ、いろんなものをあの設定してくれるという機能があるんですね。はい、で、島下さんがそちらの方を体験してきましたので、はい、こちらをご覧ください。シートポジションだとか、あとはナビの設定、表示の、ね、文字の大きさとか、そういうものを設定できる機能っていうのは、まあ、他の車でも、まあ、あるんですけど、この車の場合それはキーに紐づいてるんじゃなくて車で顔認証でやってくれます。6人分まで、ね、覚えてくれるというんですよね。さらに覚えてくれるというだけじゃなくて、最初にドライビングポジション、その人に合ったドライビングポジションのガイド、こういう機能もあります。最初に乗った時に、ね、設定できるんですけど、車の側で、それを、ね、まあ、導いてくれる機能っていうのがあるんですよね。まあ、こういったものが、まあ、この車オプションというわけですね。はい、およそ5万円のオプションです。はい、でちなみにプレミアム系や、ハイブリッド系だとこれが標準装備になります。なるほど。それね、かなり面白い機能だと思いますので、それも、ね、試してみたいと思います。でこちらではですね、自動ドライビングポジションガイドを、はい、見ていただきたいなと思います。で早速なんですけども、すでに目の位置を測位しておりまして、こちらのカメラ で、はい、でこの車に初めて乗る方ですねという意味でゲストさんと出ております。で今日はですね、ちょっと新規登録のところから始めていきたいなと思っているんですけれども、ちょっと先にですね、一つお話ししなければならないのが、自動ドライビングポジションガイドであって、自動ドライビングポジションフィッターではないということですね。でこれはですね、まず我々、推奨の位置にまずは、ご案内したいと思いますので、そちらの方から始めたいと思います。はい、新規登録なんですけど、早速こんな画面が出るんですが、これ何が言いたいかというと、これガイドですので、いろいろレクチャーというかインタラクションしていただく時間が5分程度かかりますので、はい、朝の忙しい時間とかはちょっと避けた方がいいですよという意味で確認を出させていただきます。はい、シートベルトはしなくていい。あ、大丈夫です。はいはい、ではですね、早速なんですが、はい、身長ですね、くるくるポンで設定いただけますでしょうか。はい、これはサバ読みはしない方がいいですね。あ、はい、ちょっと個人情報ですが素直にお願いいたします。はい、177センチ身長です。サングラス、マスクなどを外してくださいで、はいはい、あ、シートハンドルが自動で動きます。はいはい、もう実は測定しておりますので、はい、OK を押すともう動き始めます。はい、お、入れた身長と自分の目の位置からこういう体型だなということを車が判断とか読んで、こんな感じでどうですかと。はい、そうです、推奨の位置で。で実はですね、3つの情報を車が持っておりまして、1つは先ほど入れていただいた身長、そしてあの目の位置、はい、実はですね、もう一つあのその最後に位置していたシートの位置なんですね。はい、あのシートの位置がどれぐらいかの長さ、そして目の位置がこれぐらいならば、じゃあ身長というか胴がこれぐらいの長さなんだ。あ、なるほど。でそしてそうするとこれぐらいの胴の方は我々のデータベースによるとこれぐらいの足の長さだなというようなところが検出されていくわけなんです、ね。はい、なるほど。でここまでがまあ推奨位置なんですけれども、どうでしょうか、普段のドライビングポジションに比べると。そうですね、好みからするとちょっと下げたいかも。はい、はい、ありがとうございます。で実はですね、はい、運転好き
の皆さんは結構下げるのが好きな傾向が出ております。やっぱりこうちょっとレースにやりたい方が多いのかなと思いますが、はいはい、やはりマツダとしてはですね、まずはやっぱ安全に運転していただきたいなと思うところで、うん、今回あの結構大きい車なんですけど、はい、見切りよくここの A ピラーを下げております、はい、なのでボディをしっかり見ていただいて、地面と自分との位置、そして車の位置というのを掴んでいただくためにこう広い位置という意味で高く設定させていただいております。フードが全然見えないんじゃなくて、はい、なんとなく気配が分かると、だからノーズの先端この辺かなっていうのが察することができるような位置を考えているということですね。はい、その通りでございます。はい、はい、それではですねここからガイドを始めていきたいと思いますが、はい、この参考というところを選ばせていただきまして、はい、でこの、ね、ガイドはですね、まず何ができたらいいんですか、ドライビングポジションはということと、そしてそれをできるようにするためにはどの装置をいじればいいですかというふうなところをセットで示させていただいております。はい、例えば今はですねアクセルペダルからブレーキペダルに踏み替える際に足首に負担がかからないようになっておりますでしょうかというところなんですけど、いかがでしょうか。大丈夫だと思います。とてもいい感じです。はい、もしもこれが難しかったらシートのスライドの前後位置というふうなものを変えることになるんですが、はい、次にですね、こう力を抜いてアクセルペダルに右足を添えた状態で、この時にですね、足の重さ、足の自重でアクセルペダルを踏み込まない状態にいるかと、ね、なるほど、足を置いたやつがぐっと踏んじゃったりしてるとダメだよと、はい、そうです、無意識のうちにずっとアクセル踏んでることになってしまいますので、はい、あ、そういう基準を示してくれるのは嬉しいですね。はい、ありがとうございます。はい、で今あの、まあ、楽な位置にシートの前端の高さがあると思うんですけど、はい、大丈夫そうですね、バッチリですね。はい、ありがとうございます。で次にですねハンドルの前後位置の調整です。ハンドルの上腕の上ですね、はい、上部に腕をこのように置いていただいて、こうですね、はいはい、そうするとですねこの手首、ハンドルと手首の位置がここに手首が来るように、はい、合うように、ね、ハンドルの前後位置を調整するんですけど、はい、ちょっと気持ち手前ぐらいですかね、どうですかね。そうですね、こうしたい、はいはい、ありがとうございます。手が短い。いやいやいや、あのこいつが気が利かないところで。そうですよね。はい、ハンドルの横に、はい、操作位置があります。じゃあちょっと引いてみると、はい、それぐらいですね。そうですね。はい、で握りじゃなくて伸ばし、そうなんですね。なるほど。はい、関節を最終的には使って運転しますので、うん、この関節が全部伸びきった状態を再現するためにこう伸ばしていただきます。なるほど。はい、でもこちら良さそうなので。はい、で最後に、あ、最後じゃなかった、すみません、次にですね、我々ドライビングポジションは操作機だけではなくて、はい、表示機もしっかり見ていただきたいので、はい、ハンドルの間からですね、はい、表示のメーターが、はい、上下が切れていない状態でしょうか。はい、全部見えてます。大丈夫そうですかね。はい、これが全て見えるという位置で、はい、次に行かせていただいて、で次にドアミラーになります。こちらはですねかなりあの運転の癖が出る場所になります。はい、ドアミラーに後方の道路と車体の一部が映るように、うん、やっていただきたいんですが、はい、ただこれはかなり個人差があるので、はい、ぜひあの我々の推奨位置じゃなくて、はい、あの好きな位置に移動させていただきたいなとは思うんですけど、これは現状推奨なんですね。はい、推奨です。結構個人的な好みからいうとボディがいっぱい映ってますね。もうちょっと外を向けてもいいかなという感じがしてます。はい、ぜひ向けていただきたいと思います。はい、なるほど。じゃあまず、はい、はい、ごめんなさい、まずは左ミラー、まあ、ちょっと気持ち下で右ミラー、はい、こんな感じでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、もうここでやっぱり現れるようにですね、万人に適用できるではなくて、はい、まず大まかにこの体格の方ではこのあたりが推奨です、はい、そしてそこに個性を乗せていただくというのがこのガイドの狙いですので、うん、はい、本当にあのどんどんオーダー入れていただくと、はい、皆さんのベストになるんじゃないかなと、はい、で最後なんですけどアクティブドライビングディスプレイ、はい、いわゆるヘッドアップディスプレイですね、はい、こちらの位置も、調整実はさせていただいております、はい、高さとか傾きをコントロールするんですが、はい、実は今までこういったところのメニューはかなり深い回数でありました。そうですね、これはあのこの大きいというかショートカットのところに置かせていただいて、はい、今この高さみたいなのがの描画範囲がこれぐらいのところにいろんなものが映るよということなんですが、はい、いかがでしょう。今ちょうど多分良かったと思います。ありがとうございます。はい、実は傾きもあります。人間実は肩ってどっちかに傾いていたりすることが多いですので、ちょっと仮に動かしてみますが、はい、こんな風に、なるほど、はい、大丈夫です。僕はそんなに曲がってなかったみたいですね。はい、ありがとうございます。では終了したいと思います。はい、でここまでで、ドライビングポジションの調整が完了いたしました。はい、はい、で次にですね、顔の登録を行わせていただきたいと思います。はい、これはですね顔を覚えさせていただいて、うん、次にこの車に乗ってきた時に今のドライビングポジションを再現させていただくためになります。ではゆっくりとミラーの左右を、見ていただけますでしょうか。はい、OK です。こ
これで顔を覚えさせていただきました。そんな簡単に僕の顔が顔を覚えさせていただきました。ありがとうございます、はい、で今ですね一旦ドライバー1さんという名前で登録されています、はい、が、まあ、ドライバーの名前は変更できます、うん、それから簡単なアイコンも用意しておりますので、はい、そこから選んでいただくんですが、今回は CX60 を選ばせていただいて完了と、はい、そうか、もうこれは鍵に紐付けとかじゃなくてもう顔なんですね、はい、そうです、なるほど、それはいいですね、はい、6名まで登録が可能になりますので、鍵6個持たなくても大丈夫なんじゃないかと、はい、ではですね、はい、でこの画面になりますとこういうふうに今どなたが運転してますねと、はい、いうお名前が出るようになっております、うん、はい、でこれでまあ認証しているなというふうなフィードバックを受けながらと、はい、ではですね一旦運転が終わったよという設定で、はい、エンジンを切っていただいてよろしいでしょうか、はい、じゃあ切りました、はい、これで今乗降モードといいまして、はい、ステアリングが上がってシートが下がる状態になります、はい、乗りやすく降りやすい状態なので一旦降りた手で、はい、ドアをちょっとだけ開けていただいて、はい、なるほど、はい、で、はい、また乗ってきましたよとなりますと、はい、じゃあかけるよと読み込みましたね、なるほど、はい、もうバレてしまったんですね、そうです、コードを読ませていただいて、はい、先ほどの状態を再現しております、はいはい、ではエンジンをかけていただいてよろしいでしょうか、はい、ありがとうございます。でですね、こちらは自動ドライビングポジションガイドと言ったんですけれども、このドライバーパーソナライゼーションシステムの、そうなんですよね、一部になるのでかなりたくさんの項目と顔が紐付けられております、はい、この画面で言いますと大体この設定画面のほとんどの設定と、はい、パーソナライズされております、例えば、オーディオのボリュームですとかそれから空調のオート設定なんかも降りた時の状態を再現するようになっています、はい、でよく、まあ、最近ちょっとメーターもフルエクションになりましたので、この文字の拡大表示みたいなのが実はありまして、はい、ちょっと今から大きくしますので、まあ、なんとあるんですね、はい、高齢社会にはこんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、はい、でこれはですね、まあ、もっと大きくすりゃいいじゃんって意見もあるんですけれども、これ以上いくとちょっとやっぱり煩雑になりすぎて、はい、ちょっと針と干渉してしまうので、はい、でもこれぐらいの大きさで人間見えるんだというのが我々の人間研究で分かっているところです。アイアクティブセンスの画面が好きな方がいらっしゃいますので、はい、この画面にしてみるとかっていうのもパーソナライズされますので、顔と一緒にこの状態が再現されると、はい、このあたりは基本的に前回降りた時の設定が蘇ってくると思ってていいですね、はい、はい、その通りです、はい、なるほど、はい、はい、以上が説明になります、ありがとうございます、はい、まあ、マツダドライビングポジションに非常にこだわってきたメーカーですけど、それがねさらに一つ進んだというね、それ正しいドライビングポジションを取れる車で、さらに今度はドライバーにそれを取ってもらうための、システムというか工夫というんでしょうかね、まあ、そういうものがついてきたということですね。はい、というわけで次の車に行ってみたいと思います。